どうも、アキです。プロスペースやっていきましょう。今回はこちらの2017第2弾アニバーサリーセレクションを追加で40連引いていきたいと思います。はい、というわけで第2弾に関してはここまで60連引いてきているのですが、まだ欲しい選手が4選手ほど残っているのと、まあ第1弾の時も切り欲100連まで引いていたので、まあ今回もあと追加40連して切り欲100連まで引いておこうかなと思います。はい、というわけでまずここまでのガチャ内容等を確認していきたいんですが、まず選手一覧を見ていきましょう。はい、2チャも大谷翔平、この打者大谷翔平選手に関してはアニバーサリーセレクションの60連目確定の部分で引きましたと。はい、でソフトバンクサファテ、ここがまだ引けてないのでぜひ引いていきたいですね。はい、でロッテのチェン・ガンユー選手も、確定じゃない、30連目ぐらいで出ましたと。はい、で、西武おかわりくん、こちらに関しても、60連引いてきた中で出てきたので、まあかなりありがたかったというところですね。はい。で、楽天岸投手に関しては、まあイベントの S ランク契約書で引き当てたので、まあ本当に嬉しかったというところです。はい。で、オリックス T 岡田選手まだ出てないので出ればいいなというところですね。A ランクもそこそこ持っているので、はい。ただ、昔は喉から手が出るほど欲しかった選手だったんですが、まあ最近ローズ選手を手に入れたので、まあ役割が被るっていうところで、まあ昔ほどは欲しくなくなったかなというところです。はい。で、広島鈴木誠也選手。この選手はぜひ引いておきたい。はい、まだ持っておりません。アニバーサリーでミートとパワーが両方 A 超えているので、これはアニバーサリーの時にこそ引いておきたい選手ですね。はい。で、坂本選手もまだ引けてないので、ぜひ引きたいです。2017シリーズ1で今ね、リーグオーダー使ってるので、継承したいですね。はい。で、宮崎選手は、最初引けましたと、OK。で、糸井選手も、まあ、ミート称号で1個上げられれば、かなりいい能力なので、まあ、引いておきたいですね。はい。で、山田哲人選手、ミート A じゃなくなっちゃったんですけど、なんだかんだめちゃくちゃ欲しい選手というところですね。はい。で、最後が京田選手なんですけど、まあ、京田選手はちょっと称号使っても、ミートもパワーも両方 A に届かないので、まあ、現状はいいかなっていうところなんですが、まあ、来年以降に期待して、まあ、ここは S ランク持っておいたらね、損はしないかなというところですね。はい。というわけでですね、まとめますと、今めちゃめちゃ欲しい選手は4選手いまして、はい、ソフトバンクのサファテ選手、で、カープの鈴木誠也選手、で、巨人坂本選手、そしてもう一人がこちら、はい、ヤクルトの山田哲人選手ですね。昔リーグオーダー、昔のリーグオーダーは、ミートパワーが A を超えている選手をちょうど8人使っていたので、まあその中の一人が山田哲人選手だったので、まあこれ継承しちゃうとちょっとね、ミート A8 人以上っていう星3のコンボがなくなっちゃうので嫌だったんですけど、最近はね、ミートパワー A5 の選手がかなり増えてきて、今は9人いるので、まあ山田哲人一人がね、ミート B になっちゃっても大丈夫というところなんですよね。はい、というわけで、いやー、今言った4人がこの40連で誰か出てくれれば、もうそれで OK です。はい、というわけでここから40連引いていきましょう。行きましょう。さあ、風にも負けず、花粉症にも負けず、100連引いていきましょう。追加40連だ、行きましょう。で、今回ですね、まあ、引いて、おーし、菊池雄星、S ランク欲しいな、もう A ランクめっちゃ持ってるからな。OK! おー、やった！もうマジでナイスだ。OK! 岡原くんこれで極みになる。はい。これなんですよね。はい。今回 A ランクが出ても 30% でこのアニバーサリーのプレイヤーが出てきますと。はい、いうことで、まあ普通に限界突破したい選手がかなりいますからね。はい。しかも A ランク以上の選手1人確定っていうのもありますし、これアニバーサリー 30% 誰かなるんだったらね、限界突破が美味しいよなというところで、やったー、これでおかわりくん極みになるんで、うん、そういう点も美味しくて、まあ追加回ししていいかなというところでしたね。はい。あとは鈴木誠也選手あたりが、まだ限界突破そんな進んでないので、あと宮崎選手、この辺引いていければいいかなと。サホテ選手ももう一人 A ランク欲しいというところです。はい。まだ、今持ってるのを全て使って限界突破4回ですね。サホテ選手とかは。はい、行きましょう。というわけで、まあ、S が出なくても美味しいと。まあ、正直、今のおかわりくんでもう40連した価値があるぐらいの、まあ、リーグオーダー強化できるんでね、もんですよ。はい。T 岡田、OK。
おおおお、騙された。マイコラス、オッケー。マイコラスもこれで称号がつけられますね。はい、オッケーオッケー、ナイス。行きましょう。まあただマイコラスはね、僕結構能力が低かった時のマイコラス使ってるんで、今年また上がるでしょ、シリーズ2で。まだ登場してないですよね。今後に期待ですね。はい、継承したいな、今のマイコラス。昔のマイコラス、それこそ 9A 超えてた時代使ってたんだけどな。ちょっと僕が今使ってるマイコラスはあんま強くないっす。お、来た来た、 50% 引け。さ、さ、さ、おー、浅村、これはこれで悪くない。でもシリーズ1ですね。はい、まあまあ強い浅村引けた時にまた限界突破っていう形でしょう。おいとい、オッケーオッケー。いや、ということで、まあ何かと悪くはない感じですけど、まあ言ってね、これ最後です。はい、さっき言ってた4人のうちの誰かが出てくれれば本当にいい締めができるんですけど、来てくれないかな。さあ来い。お、宮崎、オッケーオッケー。よし、宮崎もこれでかなり限界突破できる。おーおー、おかわりくん2枚来た。はい、まあこれで称号までつけられると考えると、まあ今回、まあアニバーサリーの S ランクは追加40連で1枚も出なかったんですけど、結果かなり良かったなと思います。はい、かなりポジティブな結果になったかなと、まあいうところでしたね。はい、というわけで、まあ本当に1年の中でもこのアニバーサリーっていうのはかなり熱いガチャになってくると思うんですけど、まあ今年の僕の結果はこんな感じでした。はい、まあ第1弾第2弾ともに、まあ本当にそうですね、点数を上げるなら第1弾の時は80点、第2弾の時はもう90点ぐらいの、結果だったと思います。まあ坂本とかもちろん引ければよかったんですけど、もう僕にとっては結構十分な結果に終わりましたね。はい、そして第1弾第2弾ともに結構限界突破も進められるようになりましたので、まあ良かったなというところでございます。はい、ちなみに宮崎選手、これでどれくらい限界突破できるのであろう。1、2、3枚持っていて、今限界突破1回すでにやっているので、まあ4回まで持っていけると、まあだったら悪くないですね。はい、 OKOK。 いや、まあ本当になかなか悪くない結果に終わってくれたかなと思います。はい、でまあ今回なのでアニバーサリーでね、しっかり引きまして、どんな感じに将来なるかと言いますと、ちょっと読み込みますね。これ浅村ではない、おそらく楊大官かな。多分ですが、こんな感じになるんじゃないかなと。ちょっと待ってくださいね。なぜ DH 大谷は動かせないんだ、これ。 OKOK。 おそらくこんな感じですね、になってくると思います。はい、こんな感じ。ここサファテの S ランクですね。はい、今ちょっと A ランクとかの部分は S ランク限界突破するために育てていると思ってください。はい、おそらくこんな感じになってくるのではないかなと思っております。うん、そうですね。で、この騎士がまあ9位型になったらですけどね、こんな感じです。はい、まあこの詳しいご紹介はまた後日やっていこうと思うんですが、なぜ僕が今これをね、しっかり作っているかと、まあ言いますと、ですね、これだからオーダーメモに、オーダーメモに保存しといて、これまあめっちゃ詳しい、こういう理由、こういうコンボが来るからこういう風にやってるっていうのがね、いっぱいあるんですけど、まあまたそれはすごい長くなっちゃうんで、後日動画撮るとしてですね、OK。なぜ今僕がこういうね、将来的なオーダーをしっかりと保存しているかと言いますと、明日ですよ、ついに皆さん。待ちに待った、これがやってきます。はい。50連目で選択ガチャ券ですね。というのが明日、ついにやってきますと。はい。もう予告書いてありますよね、ここで。来た！はい、これ。本スカウトは10月26日木曜日、3時または5時から開始予定ですと。10連スカウト購入5回目におまけとして S ランク選択契約書。プロスペースでは初の試みですね。なんてものがついてきますと。対象選手から好きな選手を1人選べると。で、対象選手に関しては、
10月26日までに追加されたシリーズ1、シリーズ2の S ランク選手から2位の選手を1人選んで獲得することができるということで、まあ今回のガチャ結果をもってこれを決めようと思っていたので、まあ明日までにね、こういう選手がいいんじゃないかなっていうのは考えて、またね、使っていきたいなと思います。はい。これ、どれ取ればいいですかっていう質問絶対いただくと思うんですけど、それも人によって全然違うので、まあ明日ね、いろいろとお話ししようかなと思うんですが、まあそこは、まあコンボとか、いろいろ考えてご自身に合ったものを選べばいいんじゃないかなと思います。まあただシリーズ2を必ず選ぶべきだとは思いますけどね。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、というわけで明日のプロスペースも楽しみですね。動画出すのでぜひ見てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。